同じ顔して。違う。じゃあ同じ顔して。違う。気しないで。何好き何好き、はい、リノの提案だから。何、お米、違う、ウインナー、かから始まる4文字、カルピスカルピス、そんな感じでもさ、カルピスとめっちゃ近い。マー君食べたことあるの？あるよ。はい、カルパスカルピ、今言ったけどさ、カルピスとカルバスって面白くない。え、だってそれしかないじゃん、美味しいんだもん、はい、これ普通に食べたい。マジでよっしゃ、普通に食べていい。僕これならいっぱいいける。野外のベビーソフト、でもこれコンビニとかに売ってるやつじゃなくない？知らん、音あんま知らない。これカルパスというサラミと違うの？2日以内にお召し上がり。脂質 40.9 で2日以内ってこと？どういうことこの量開封もでしょ、開封もだよ、開封も。え、何これ1個ってことでしょ、うん、違うでしょ。それをその個包装を取ったらでしょ、でし、うん、開けた瞬間に違う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 、いらないよ、うん、なんでこの1個でない、こいつまず開けよう、まず開けようじゃなくて、これをどうすればいいのって君が言ったんでしょうが。オーブンで焼く。オーブンで焼くんじゃないでしょ絶対。トースター、トースターだけで焼く。何で焼くの？トースターかフライパンか。オーブントースター材、オーブントースターってどっち？オーブントースターってどっちになるんですか？電子レンジにかけますと、じゃない、うん、そっちだと思う。電子レンジにかけると発火する恐れがありますので、おやめください。え発火しちゃうよ。えマジでドーンと事件で、え嘘でしょ、爆発するじゃん。どこに書いてある、あ爆発、ああこれ違う違う、これを入れたままね、これを入れたままやるとって言ってたよ。これ自体は、この本体自体はいい、ね、怖いだろそんなことしたら絶対やばいじゃん。何で焼けばいいの？焼く、だってこれ、あ、ソーセージって書いてるじゃんこれ。え、それ焼けばうまいじゃん。普通に食べるんじゃない？一個食べてみたいんでしょ、うん、これで美味しくなかったらあれだけど。いい、カルパスに美味しくないよね。うん、僕はカルパスって何の略なの？おつまみみたいな。何おつまみって。できた。で、これで2日後なの？多分これで2日後でしょ。なわけないでしょ、これで2日以内なわけない。量半端ない。はい、え、匂いすごい。あ、いい匂いする。あ、いや、サラミじゃん、ただの。コンパクトに食べるって、いい、食べていや、これ、うん、よくだから比較するの。いや、うまいよ、サラミだもん。いただきます。サラミは焼くと美味しい。焼いてマヨネーズつけると美味しい。サラミは、ね、うまい。まあそうだよ、やっぱ好きだわ。もう一個まあそうだよ、僕はいいか。サラミと卵かけご飯もすごい合う。マジ？美味しかったね、うん、でもやっぱサラミだからずっと食べてるとくどいよね永遠に食べれるって言ったけど、ちょっと3つくらいかな
全部。じゃあ焼く？やばくない？焼く？焼くね。焼く？うん。全部こうやって並べていくの。ん？どう焼くの？いや、フライパンでちゃっちゃと焼くよ、じゃあ。うん、いいよ。でまず取っとくんだね、どれくらい焼くか。あれ、マカン、あの皿持ってきて。あれ、カップ、カップのやつ。これ何個入り？セラカップだよ。結構な量だ。そうそうそう。何個ぐらい焼くの？10個にする？うん、その切りよく10個、うん、お、いやいや、取ってくれと言ってるんだよ。いや、取ってくれ。プロだから。お、リノの方早いな。わはい、どうぞ。すげえな。わぁ少ない。なんかあれみたい、あのウインナーの焼いたやつ。1、2、3、4。どうぞ。いただきます。いただきます。熱くない？うん、うまい。めっちゃアホアホパワフル。つけた？それ最初つけない。多分ウインナーじゃん。ウインナーの味。ウインナーじゃん。ウインナーだけど、ただの。見て、何かに見えない。あ、うまいわ。何かに見えない。スネ夫に見えない。花沢くん、誰それ？あー、知らねえけど、なんか想像できん。うまっ。マヨネーズつけるとやばい。ウインナーだ。皮がね、皮が硬いね。2個ついてる。うまーん。これだったら何個でもいける。いけないな。うまい、うん、うまいじゃん。焼いた方うまいね。僕はこれ3つ目くらい。音もこれ3つ目。2つ目ってことは10個も食べたから、あと何個残ってんの？5個。うまい。ちょっとマヨネーズの量混じった。うん、でもご飯欲しいね。うん、ご飯あればいける。絶対無限無限。全部無限って言ってない。いやいや、ご飯でお腹いっぱいになるでしょ。だってハマーとタケコプターに見えない。ちょっともう来ちゃう。うん、うまいじゃん。ちょっと目指して。うん、油すごい乗ってるな。お弁当に入れたら。やめてやめてやめて。お弁当に入ってたら嬉しい。ねえ、そうやって入ってたらいくない？いいの。じゃーん。そうやって入ってたらいいですよ。でで、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 あれなんか畑を使いやすい。クワ。僕はマヨネーズを。ケチャップでもいいかもね。うんうん、でもそう。にゃん、ごちそうさま。食べてね。これをみんな食べると幸せになるんだよ。なんで？なるよ。カルパスって種類いっぱいあんの？ない。いや、ないと。ない、こんな味だけ。うん、だって味変えたくないから。見て、固めた。あ、何も取れないから。お腹いっぱい？いや、お腹いっぱいにはなんないでしょ。お腹いっぱい。焼きそばに合うね、これ。うん、焼きそばの中に入ってたら合うでしょ。気づかない。まあ、ピザに合うよね、普通に。ピザってなんかサラミ乗ってる時あるよね。そう。抜けないな。ふっくりでできた。うん、
しゃっくりは出てる。カルパスの炊き込みご飯どう？聞いたこと、見たこともないね。あるのかな、やってみようかな。こんなに量あったらちょっと。カルパスそうめんとか、カルパス入ってんの、そうめんの中に。へえ。いいリアクションだね。え、まだギリギリ開けないし。カルパスお好み焼き、カルカルパスラーメン、あ、カルパスチャーハン、あ、それは普通に美味しいでもいい。カルパス、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 カルパススープ、カルパススープ、おお。フフフフフ。